干嘛？雷之呼吸要来了吗？真的来了，雷之呼吸。雷の呼吸、一の型、霹靂一閃。解决。大家好，欢迎大家点击这个影片跟我一起来玩《鬼灭之刃》。我是魏维。上次我们在前朝死斗打败了躲避球二人组，那这次呢，我们进入到第四章《鼓声回荡》，我们要碰到我妻善意，我们开始玩喽。死んだか。役にも立たない無能どもめ。地獄の果てまで追いかけて、必ずお前の首に刃を振る。忌々しいガキめ、いずれ始末してやる。さあ行こうか、禰豆子。でも次はどこに行けばいいんだろう。お、かまど炭治郎、新しい任務を伝える。浅草より南南東に鬼の住む屋敷あり、潜入してこれを撃て。鬼の住む屋敷。あれは…頼むよ、頼む頼む頼む、結婚してくれ。いつ死ぬかわからないんだ俺は。だから結婚してほしいというわけで。な、何なんだ一体。ちぇ。うん、そうか、わかった、なんとかするから。頼むよ、俺には君しかいないんだ。助けてくれ、結婚してくれ、お願い。何やってるんだ道の真ん中で。その子は嫌がっているだろう。そしてスズメを困らせるな。あ、大福、お前は最終殲滅の時の。お前みたいな奴は知人に存在しない。知らん。あっただろうが、あっただろうが、お前の問題だよ、記憶力の差。さあもう大丈夫です、安心して家へ帰ってください。はい、ありがとうございます。おい、お前邪魔すんじゃねえよ。その子は俺と結婚するんだ、俺のこと好きなんだから。いつ私があなたを好きだと言いましたか。具合が悪そうに道端でうずくまっていたから声をかけただけでしょ。え、俺のこと好きだから心配して声かけてくれたんじゃないの。私には結婚を約束した人がいますので。絶対ありえません。それだけ元気なら大丈夫ですね。さようなら。待て、お前もうやめろ。なんで邪魔するんだ、お前には関係ないだろ。なんなんだよその顔、やめろ。なんでそんな別の生き物見るような目で俺を見てんだ。お前責任取れよ、お前のせいで結婚できなかったんだから。なんか喋れよ。いいか、俺はもうすぐ死ぬ、次の仕事でだ。俺はな、ものすごく弱いんだぜ、なめるなよ。
が結婚できるまでお前は俺を守れよな。俺の名は竈門炭治郎だ。そうかい、ごめんなさいね。俺は吾妻善逸だよ。助けてくれよ炭治郎。助けてくれってなんだ。なんで善逸は剣士になったんだ。なんでそんなに恥をさらすんだ。言い方ひどいだろう。女に騙されて借金したんだよ。借金を肩代わりしてくれたジジイが育てだったの。毎日毎日地獄の鍛錬だよ。死んだ方がマシだってくらいの。最終選別で死ねると思ったのにさ、運よく生き残るから未だに地獄の日々だぜ。あー、怖い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 。きっともうすぐ鬼に食われて死ぬんだ。生きたまま耳から脳髄を吸われて。いやーいやー、どうしたんだ、大丈夫か。あひあひ。鬼が怖いっていう善逸の気持ちもわかるが、スズメを困らせたらダメだ。え、困ってた。スズメ、なんでわかるんだ。いや、善逸がずっとそんな風で仕事に行きたがらないし、女の子にすぐちょっかい出す上にいびきもうるさくて困ってるって言ってるぞ。ち言ってんの？鳥の言葉がわかるのかよ。うん。嘘だろ。俺を騙そうとしてるだろ。かー、駆け足駆け足、炭治郎善逸走れ。共に向かえ次の場所まで。走れ走れ炭治郎善逸。ギャー、カラスが喋ってる。さあ急ごうか。なんて、なんでそんなに冷静なんだよ。善逸も南南東の屋敷に向かうところだったんだな。ああ、俺たち共同で仕事するのかな。きっとそうだ、よろしくな。我回来了。那这个段路我们可以操控炭治郎走这一小段路，就我们看了一大堆动画以后，他让我们操作一下炭治郎，不然大家都要睡着了。后面还有我妻善逸，之后我们也控制我妻善逸，他也蛮厉害的。炭治郎はさ、カラスが喋ってることに疑問とか抱かないわけ？最初は驚いたけど、今は慣れたかな。なんで慣れるんだよ。カラスが喋ってんだぞ、おかしいだろう。でも話ができるって便利じゃないか。善逸もすぐになれるよ。そういう問題じゃねえよ。じゃあ可以控制炭治郎、然后在这个场景觉得蛮不错的。之前在动画里面就只能看那个动画而已。我来看一下地图上面还有什么东西可以拿的，都没有，那我就继续推进剧情。屋敷だ。ここが任務の場所なのか。ん？子供だ。どうしたんだろう。君たちこんなところで何してるんだ。俺は竈門炭治郎、こっちは吾妻善逸。君たち名前は？正一とテル子。正一とテル子か、いい名前だ。教えてくれ、何かあったのか。ここは二人の家？違う違う、ここは化け物の家だ。清兄ちゃんが連れて行かれた。夜道を歩いていたら見たこともない化け物が現れて、俺たちには目もくれないで兄ちゃんだけこの家に入ったんだな。うん、うん。二人で後をつけたのか。
偉いぞ、頑張ったな。兄ちゃんの血の跡をたどったんだ、怪我したから。怪我？大丈夫だ、俺たちが悪い奴を倒して兄ちゃんを助ける。本当？本当に？うん、きっと。炭治郎、なあ、この音何なんだ？気持ち悪い音、ずっと聞こえる。鼓か？これ音？音なんて。鬼の声、屋敷の主か。善逸、行こう。でも今助けられるのは俺と善逸だけだ。そうか、分かった。いやー、なんだよ、なんでそんなアニャみたいな顔すんだよ。行くよ。無理強いするつもりはない。もしもの時のためにこの箱を置いていく。何かあっても二人を守ってくれるから。じゃあ行ってくる。いくつもの鬼の匂い、一人だけじゃない、屋敷の中に複数の鬼がいる。炭治郎、な炭治郎、守ってくれるよな、俺を守ってくれるよな。善逸、ちょっと申し訳ないが、前の戦いで俺はあばらと足が折れている。そしてまだそれが完治していない。だから、何折ってんだよ骨、折れんじゃないよ骨。折れてる炭治郎じゃ俺を守りきれないぜ。死んじまうぞ。どうすんだどうすんだ、死ぬよこれ、死ぬ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 。善逸、静かにするんだ、お前は大丈夫だ。休めはよせよ。違うんだ、俺にはわかる、善逸はダメだ。いや、入ってきたらダメだ。お兄ちゃん、あの箱カリカリ音がして怖い。だからって置いてこられたら切ないぞ。あれは俺の命よりも大切なものなのに。キャー。あ、ごめん、尻が。部屋が変わった。いや、俺たちが移動したのか。鼓の音に合わせて。お兄ちゃんと離れ離れにしてごめんな。でも俺が必ず守るから。お兄ちゃんのことも善逸が守るよ。大丈夫。うん、さあ行こう、俺についてくるんだよ。接下来我们要探索古之宅院的秘密哦。那这个地方最好是要看地图，看有哪边有收集的要素。那这个地图没有收集要素，我们就直接往前走。奥から这边，嗯，有稿纸可以调查。到目前就要继续推进剧情，我们找了三，有调查了三个惊叹号，那最后一个惊叹号要等到后面才会出现。我们现在推进剧情。啊，大丈夫。だから離れないようにな。うん。小さい体で恐怖と戦っている。強い子だ、テルコ。
いくつかの匂いの中でもこの屋敷に染みついたきつい匂いだ。かなり人を食ってる。こいつがこの屋敷の主。あいつらさえ、あいつらさえ邪魔しなければ忌々しいこの境外の縄張りで勝手な振る舞いを。おい、お前。俺は鬼殺隊階級水の塔鎌の炭治郎だ。今からお前を斬る。俺が見つけたマレチの子供なのに。デリコ。畳が側面にある。部屋が回転したんだ。これがこの鬼の決起術。屋敷すべてが鬼の縄張り。あ、なんだ、妙な匂いが迫ってくる。鬼じゃない。ケラどもめ。だんだん分かってきたぞ。また部屋が変わった。でもどういうことだ。さっきのあの鬼は鼓を打っていないぞ。この屋敷は複数の鬼の匂いがする。別の鬼も鼓を持っているのか。大丈夫だから俺の後ろにいるんだよ。うん。继续调查。いくつもの鬼の匂い。这个房间里面有一些，鬼灭点数。集中しろ。匂いを見失うな。不要错过。匂いをたどって、今度こそ倒せ。よし。この匂いは善逸だ。間違いない。ここを通ったんだ。まだ匂いが新しい。ついさっき通ったばかりだ。それにテルコの兄ちゃんの匂いもする。よかった、二人一緒だぞ。善逸といるなら一安心だ。善逸って黄色の髪の。ああ、屋敷の前で泣き叫んでた人。ああ大丈夫なのかな。大丈夫。善逸はああ見えてすごいんだ。俺は匂いでわかるから。だって善逸は。死ぬ死ぬ死ぬ、死んでしまうぞ。これは死ぬ。炭治郎と離れちゃった。テルコ、テルコ、ダメダメダメ、大声出したらダメ。大声出して悪い奴に聞かれたら大変だよ。ちょっと外に出よう。なんで外に。自分だけ助かろうとしてるんですか。死ぬとかそういうことずっと言って恥ずかしくないですか。はっ。年下にすがりついて情けないと思わないんですか。あなたの腰の刀は一体何のためにあるんですか。すごい切れ味の言葉か。
现在我们可以操纵我妻善意，他看到什么东西都会害怕。啊，冲他的时候还是这样鬼鬼祟祟的，会被吓到。哪个的？ネズミ！急に出てくるなよ、本当、頼むから。落ち着いてください、善一さん。连小孩子都比他胆大。门又自己关起来。勝手にふすまが閉まったよね。ねえ、誰もいないでしょ。いないの。それはそれで怖いのよ。我很喜欢我妻善意这个角色哎。ダメだこの人。这个人没救了。俺がしっかりしなくちゃ。要负责搞笑。终于要碰到鬼怪了吗？在那个之前，我看一下这边有没有什么东西要收集的。没有，就直接要推进剧情。好多老鼠，吓到！他大群じゃないの？何かの予兆なの？死ぬ死ぬ死ぬ！間違いないじゃない！絶対死んじゃうんだ！誰か助けて！没错，没错，没错，就要碰到了。この人は本当にあの人の仲間なのかな？なんというか違うんだよな。安心感が。すみません、善一さん。いやあ！うわあ！合図をしてくれよ。話しかけるなら急にこらえてくれよ。心臓が口から丸み出るところだった。すみません。もしそうなっていたら、まさしくお前は人殺しだったの、わかるか？ただちょっと汗、息、震えがひどすぎて。なんだよ、俺は精一杯頑張ってるだろ。いや、申し訳ないんですけど、俺も不安になってくるので。いやだ、ごめんね。でもな、あんまり喋ったりしてると鬼とかにほら見つかるかもだろ。だから極力静かにした方がいいって思うの。俺はどう？はあ、子供だ、舌触りが良さそうだ。ほらこら、出たじゃない。誠一さん、立って。膝に来てる。恐怖が8割膝に。おお、俺のことは置いていけ。逃げるんだ。そんなことはできない。なんていい子なんだ。こんな怯えた音になってるのに、俺が何とかしなくちゃ。俺が守ってあげないとかわいそうだろ。去年が一桁とかあんまりだぞ。でも俺はすごく弱いんだよ。守ってあげられる力がないの。だってでも俺が守ってあげなきゃ。お前の脳髄を耳からじるりと吸ってやるぞ。善一さん、寝ている。善一さん、起きてよ。死ね。善一さん、开始对战了。我妻善意。鬼都吓一跳。
やるな。鬼太轻敌。セキュリティーセンサフリなんかじゃない。本当に寝てやがる。換我。セキュリティーセンサ。セキュリティーセンサ。やるな。我其实战力太强了。干嘛？雷之呼吸要来了吗？真的来了，雷之呼吸。雷の呼吸。一の型。レキレキ一閃。解决。ことなの？何か言った？いや、うん、何でもない。行きましょうか。うん。我其实一还以为是正一救了他哦，其实是他自己杀了鬼。那我们这次的鬼灭之刃就先玩到这个地方，那下一集我们再继续探索这个古之宅院的秘密，我们下集再见，拜拜。